このふざけたやつね。ほうきなんて乗れるのかしら。それじゃあ行くわよ。よーい、のん。何が、何が起きたんだってばよ。なんで、いやー、なんでスピードなの。せかしいよ、ワンドリコード、ワンドリコード。リセン、一体何が起こったんだ。どういうことだ、わけわかんねえ。僕はちゃんと見てたぞ。スタートと同時にほうきを投げ、すぐさま飛び出してほうきに向かう。空気抵抗を利用し、スピードを緩めつつ距離を縮め、飛び乗った。いや、どういうこと。てめえ、さてはズルしたな。ありえねえ。現実を受け止められないなんてかわいそうだな。なんかてめえ、いいよ、さっきの約束の話でかわいそうだし。なめてんだろって。まあまあ騒ぐなって。ごめんごめん、失礼なことして。こいつ僕の友達なんだ。はあ、まあ別に、うん、おい、あいつキャベルに声かけられてるぞ。絶対目つけられたな。関わらないでおこう。ここで最初の犠牲者だ。それよりさっきの見て君に興味が湧いたよ。友達になってくれないか。はあ、僕はロイドキャベル、以後よろしく。おい、お芋キャベツ。キャベツ。ちょっとあなたたち何してるの。授業中ですよ。おっといけない。君かなり面白いね。放課後またここに来なよ。待ってるよ。 What does that supposed to mean, man? 授業中。おい、何負けてんだよ。ほんと情けないよな。逆にからかわれちゃってさ。とんだ失態だよな。言われたこともできないなんて。僕はからかってこいって言ったんだけど。Hey, man. まあいっか。楽しそうなおもちゃ見つけたし。何なのあの人。キャベル君は僕と同じ内部進学組さ。でもなんでみんな怯えていたんだい。 He's a goofy. それは彼が魔法局高官の息子だからさ。なんていい人なんだ。お世話様です。本当助かります。いや全然いいよ、僕も助かってるし。ごめんごめん、こぼしちゃったから拭いといてくれない。ん、どうした。やるでしょ。次の授業は魔法薬学か。あの先生あんま好きじゃないんだよな。教頭に行ってやめさせちゃうか。すっごい綺麗になってしまった。わお。あれ、マジで何でも言うこと聞くじゃんあいつ。そろそろ気づくんじゃね。教科書は飽きたな。次は服でも燃やしてこいよ。What? なあフィン。What? そこまですりゃ自主退学するんじゃない。もうできないです。ん、yeah. よく聞こえなかったな。もう一度言ってよ。だからもうできないって言ってるんです。ふーん。君は間違ってる。間違えたら頭をつけて謝らないと。フィン君どこ行ったんだろう。間違えて教科書持って帰っちゃったよ。で、なんだ今の。しばらくね。マッシュ君。マッシュ君じゃん。何してるの。
謝ってもらってるんだ。彼が調子に乗っちゃったからね。大丈夫、フィン君。うん。でも傷が。そんなことより、マッシュ君。うん。僕だった。君の教科書ボロボロにしたの。僕だった。命令されて怖くて逆らえなくて、けど君は僕のことをいいやつだって。友達だって言ってくれたのに。それなのに僕は君にひどいことを。だからどうしても謝りたくて、本当にごめん、ごめんよ。僕にもそうやって素直に謝ればよかったのに。あ、そういえばさ、教頭と一緒に食事するんだけど、マッシュ君も来ない？そんなボロ雑巾は放っておいてさ、君のことをぜひ紹介したいんだ。こんなチャンス二度とないと思うけど、そんな謝ってばかりのやつとつるんでたらね。え、謝るのはお前の方。Oh my god, he can't even talk. Absolutely smashed his shit. Say, you get your ass down. Fuck all that. I do what I want. やってしまったかもしれない。ええ、その通りやってくれましたね。You have to do what you have to do. フォルマン教頭！なんでこんなところに。私は彼のことを彼のお父様から頼まれていますから。一部始終見させてもらいました。ナイス。一部始終見てたんだ。このことを暴力事件として。フィン・エイムズ、マッシュ・バーンデッド、お前たち二人を学内会議にかける。え、少し考えればわかるだろ。身分が違うんだ、君らとこの子じゃ。身分が違えば対応も違う。そんなこともわからないのか、このバカが。バカのお前に私が教えてやる。これがこの世界の仕組み。He just kicked him in his face. 話が通じなさそうだったから、ついに。それに一人だったら二人目も一緒だし。殺人鬼の理論。私に手を出しましたね。私はあなたのような一生徒、いつでも退学にできるのですよ。レピオス・オガペイ。なんだこれは。土。What the fuck is he doing? What the fuck is he doing?This man got serial killer logic, literally. なぜ君がここに呼ばれたのか。寮のキッチンで勝手にシュークリーム作ったからですか。全然違う。パカれなければならない。だからこそ。わしはぜひとも君のような人間に神格者になってもらいたいと考えておる。言われなくてもそのつもりですけど。その息その息。では具体的な方法を説明しておこう。よし。神格者に選ばれるにはまず学校で一番を取らなければならない。そのためには授業行事を通してコインを集める必要がある。コインには金銀銅の3種類あり、課題によ
君にはこれとは別にもう一つ向き合わなければならない問題がある。じゃがわしは信じておるぞ、君なら乗り越えられると。こうしておとがめなしとなったマッシュは悪名高いキャベルと教頭を倒したことで他の生徒たちに一目置かれる存在となったのであった。シュークリーム作りは生地の温度を下げないことに命をかけるんだ。へえ、そうなんだ。そこのキノコ頭くん、ぜひアドラ寮の代表としてデュエロに出てくれないか。そして燃え尽きよ、この人生という名の人生を。何やってるんだ、家でダンゴ虫買ったぞ。あの、デュエロって何ですか。人生という名の人生って何。ああ、ほうきを使う球技さ、魔法界一の人気スポーツさ。すごいよ、1年生でデュエロに出場できるなんて。いや、僕ほうき乗れないんだけど。謙遜するな、すごかったんだろ、授業で。声が大きい。いや、あれは…試合は明日だ、よろしく頼むよ。はっはぁ。いや、僕…夢にきらめけ、明日にきらめけだ。僕より話通じるな、この人。ゼロ、今シーズン初めての試合はパトラリオ大平安寮。この試合に勝利して、リードコインを手に入れるのはどちらのチームか。なんだあいつ、全然飛ぶ気配がないぞ。いや、だからほうき乗れないのに。僕やる気がないんだったら帰れ。ふざけてんのか。帰れ帰れ。帰りたい。帰ったら神格者にはなれない。じいちゃんとの平穏な暮らしを取り戻すため飛べ、飛ぶんだマッシュ。Actually, no, that'd be funny.